今日は当社の自信作鮮魚パックの食べ方のご説明をします。まずこんな感じで着火します。保冷剤を出していただいて中身を見て、鮮魚パックなんで大物と小物はこんな感じで装着します。真空パックですね、小さいやつは。これ内臓下処理してあります。今日は大物として、これはヒラスズキですね。そしてこれがサワラの子供、サゴシですね。こんな感じで内臓を抜いて届きます。ウロコも入りで、まず、僕流の食べ方として今日はこの3品というか、5種類を揚げ物、そして、カルパッチョ、それと焼き物で食べたいと思います。大魚鮮魚パック、うちの商品はほとんどフレッシュな生もありですけど、こういう冷凍物も出してます。これも生きた状態で真空パックしたものです。いつものように今日も流水で溶かしたいと思います。これで約5分から10分程度かと思います。白くなってたけど、どんどん戻ってきます。目安としては、目のこの眼が前回言ったように、今白いですよね。これが、黒っぽくなってきたら、海藻だというような感じの目安としてください。まずは僕的にはヒラスズキ、今が旬ですね。この寒い時期は、これは前日のもんですけど、全然まだ締まってない状態で硬いです。それと今が旬のサワラですね。サワラの子供でですけど、僕的にはカルパッチョ、この2品半身ずつカルパッチョにしたいと思います。そして半身ずつは焼き物にしたいと思います。まずさばき方、我流ですけどご視聴ください。まずはこんな感じで頭を落とします。そして身を3枚に戻していきます。我流ですけど、私は尻尾の方からこんなして吊るして切ると、こんなして隙間が開くんで、業務用の切り方というか、ザルになりますけど、こんな切り方をしております。半身はどうしてもこういう風に背骨がつきますので、これを無駄にしたくないから、僕は半身は焼き物っていうのをお勧めします。この白いところですね、ここは軟骨なんで包丁が入りやすいです。大変簡単にこんな感じで、一切れ一切れ切っていただくとよろしいかと思います。ちょっと取ってもらって3つの切り身ですね。そしてこれも無駄にはしたくないですね。これは鬼つけ等とかに、釜焼きでもいいですし、ご家庭でこれはまた楽しんでみてください。で次にサゴシですね。サゴシもやはり同じように頭を落としていただきたいんですけど、この胸びれのとこから斜めに入れていただいて、腹びれのとこで貫通させてください。こんな感じですね。そしてこっちも同じく切ってください。で頭を落とします。右からだとか左からだって言うんですけども、これ自分がお好きなように切っていただいたらいいと思います。こんな感じで背中、僕はもうお腹と逆さま帽子でお腹の方も捨てます。そして尻尾から貫通させてまっすぐ
分かれます。と同じく切り身ですね。これちょっと長いんで4等分ぐらい、1、2、3、4つですね。こんな感じで切り分けていきます。尻尾の方はちょっとちっちゃいんで、ちょっと長めを切ると平等さが出てくると思います。はい、とこれからですね、これから腹の骨をすきたいと思います。こんな感じですね。包丁をこうひねらせるように切っていくと、きれいに腹骨が外れます。そしてここの中骨ですね、ここにちょっと手で触っていただくとザラザラってするけど、僕はこのまんまお刺身に皮もついたまんましたいので、この中骨は毛抜きとかで抜きますけど、よくこれは抜かずにいきたいと思います。で、包丁でまずはまっすぐ入れます。とどうしても皮がついてるんで剥げません。ここはそうすると今度はこちら側ですね、こちら側から斜めにスーッと同じように入れてください。こんな感じですね。スーッと、ここは分離されます、両方ですね。そしたらこの中骨自体をつまんでですね、スーッと剥いでください。とここで中骨が全部なんと剥げちゃいます。骨がこの状態で、ちょっとここに最後にちょっと先端が残りますんで、これはきれいにカットしてください。このちょっとした骨ですね、ともこれでもう中骨が外れて、そのまま切ってしまえばお刺身になります。ちょっと上品な食べ方をするならきれいにカットした方がいいですけど、僕はちょっと大きく取りたいんでこういうやり方をします。そしてこちらも同じように腹骨をスーッとすいていただいて、ちょっと怖いですけど骨が包丁を自分の方に向けると、こういう切り方の方がしかし美味しく切れるかと思います。また同じようにですね、ここを触っていただくとここに骨が入ってますので、まっすぐ包丁を入れていただいて、少し斜めにグーッと入れてください。そうするとこんなしてついてきます。はい、ともこの状態で皮も美味しく食べたいと思います。先ほどの切り身と一緒で、今日は揚げ物と、焼き魚にしたいので、今からそれをご説明します。スーッと、これ先ほども冷凍してた冷凍のお魚もですね、こういう感じで溶けてますので、はい、でこれもそのまんまトレーに入れていただき、揚げ物と、焼き物用に使用したいと思います。揚げ物にするときにちょっと大きいと思います。このカマスとか、カマスとか本当に非常に、これ塩焼きでも美味しいですけど、揚げ物にする場合は少し大きいので、そのまんまぶつ切りでも大丈夫です。このまんまぶつ切りにしてください。もうまるで背骨がついてた方が美味しいんで、絶対にそれはもう絶対におすすめします。でまず塩ですね。塩はなるべく上の方から振ってください。均等に当たる。最近塩分控えめの方がいい方が多いでしょうが、結構油が効いてますんで飛びますんで、こんな感じでちょっと多めに焼いたり揚げたりの場合は多め塩を振って、で、10分程度でもよろしいですから、このままで一度寝かしてください。これが最初の、下処理ですね。バーベキューとかこのまんまバーベキューされてもよろしいですし、そういうことです。たっぷり使います。僕の場合
これ好みに合わせてですけど、まあ、これだけそういうようなものがいいかと思います。そしてお酢ですね。あとでまた柑橘類とかかけたいと思います。ということから、これも醤油ですね。はい、まああのこだわる方は黒胡椒とかいろいろ酢ですけど、この場合もあるものでやりたいと思います。これをこう混ぜていただいて発色した時点で出来上がりです。これを後でかけたいと思います。それでは先ほど、3枚におろした平鈴木とサゴシですね、サワラのちょっと小さいやつですね、これを僕流に食べるにはあのそのまんま皮を炙ります。皮も捨てたくないと思います。あの骨も皮も全て食べたいというのが僕の中にありますので、これはこのまんま金属のバッグの上で炙ります。目がプチプチプチって皮が少々硬いのでちょっとプチプチっていうような感じで炙っていきます。あのイタリアレストランの方とかもうあのシェフは桜のチップでいくスタイルがいいと言います。このあのちょっと邪道なんですけど、僕のやり方はこんな感じで皮がヒューッとひねっていった方が意外とちっちゃいんで、このひらすとかあまりに焼きすぎる方がいいかと思います。で通常はこれをあの冷蔵庫にもう一回寝かせた方が美味しいかと思いますけど、僕らあの炙りっていうか漁師さんはもあの焼きりって言って焼いて皮を楽しむというやり方をしていますので、これを冷蔵庫で冷やした方が本来は皮も剥げずにきれいにお刺身に切れるんですけど、僕らはもうそのまま皮が剥げても見てくれジューシーよりもこの香ばしさを食べたいと思いますので、このまんま切りたいと思います。これを本当に贅沢にもう大きく切っていきたいと思います。こんな感じですね。薄く切るのも美味しいですけど、分厚く前回のあのブリのお刺身ではないですけど、分厚くカツオのたたきじゃないけど分厚く切っていくのも美味しいです。本当にこんな感じですね。本当に普通に大根のぶった切りみたいにして切るのも美味しいです。これをあの漁師の僕流じゃないけど、そのまんまサクッとこのカルパッチョに漁のお野菜の上に付けます。こんな感じですね。次に、この皮目を生かした平鈴木ですね。これも、先ほどはこう引きましたけど、本来こう引くよりも魚屋さんがやるお刺身引き方ですね、それをちょっとお教えしたいと思います。ちょっと斜めに向けましてスッと切ります。そして横に倒す、スッと切って横に倒す、これご家庭で誰でもできますので、ぜひ試してみてください。この切り方も皮が最終的にものすごい生きてきて、皮と身の間に脂がありますんで、それがものすごい美味しいんで、ぜひこの皮は取らずに食べていただきたいと思います。人によってこの皮が気持ち悪いから嫌いという方がいるでしょうけど、ぜひこれはおすすめの食べ方なんで、ぜひ食べてください。ちょっと見てくれ悪いですけど、はい、美味しいカルパッチョができればいいです。はい、それでは完成です。まずはサクッと先ほどのやつを揚げました。揚げ皿のやつね、これは通常ほらお魚とかだったら醤油だっていうイメージなんですけど、僕個人的にはこのウスターソースです、普通のこれがおすすめです。これをサクッと
かけていただきましょう。まあ何番とかいろいろみんな皆さんすると思うんですけど、これお子様とか喜ぶと思います。僕らはもう大体魚の唐揚げでもウスターソースをかけます。そして先ほどのお刺身の切り方じゃないんですけど、カルパッチョですね、これはあの金柑をちょっと巻いてみたんですけど、まあ、近所に生えてた近所のお庭ですね、お庭の金柑です。それと柑橘類も、これもなんか近所のお庭でいただいてきた柑橘類ですね。まず柑橘類で匂いをつけて、そして先ほどのカルパッチョソースを振って、そしてかけましょう。こんな感じですよね。食べてるうちに色が馴染んでくると思います。これからよくこうかき混ぜて食べたりします。あとあの普通の塩焼きですね。こんな感じで出来上がりました。僕個人的にあの食べやすさとか考えたら、もう善とか、ここの味の部分の善っていう部分ですね、こういうとことか普通はもう処理された方がとかいう方多いんですけど、僕は魚の食べ方として全て骨付きとか皮付きっていうのは当たり前の食べ方がよろしいかと思います。こういうのももう近所からもう庭に生えてた柑橘類をねかけます。柑橘類ですね。でお子様に食べていただけたらとか思ってます。それではじゃあ恒例の一杯いきましょうか。はい、はい、乾杯。はい、乾杯、はい。いや、カルパッチョの感想を広瀬君は食べていただいて、はい、はい、綺麗ですね。今が旬のシラス漬けやからね。プリプリしてて、新鮮で美味しいです。